よっ、テキトです。さあ今回もですね、別世界のスキビディトイレ見ていきます。はい。で、前回、確かね、このスキビディウォーズ、75まで見ていって、今回この76から見ていくわけなんですけども、まぁ、ちょっとね、75忘れちゃったよって人のために、一旦75見てから76、見てないわ、見てないわ、行きましょう。というわけで、この動画を始める前に、スキビディトイレ、別世界のスキビディトイレ、果たしてこの先どうなってしまうのか気になる方は、グッドボタンで教えてな。グッドボタンよろしく。というわけで、やっていこう。テキトチャンネル。じゃあまずは、スキビディウォーズ75から見ていきましょう。お、あ、そうだ、これでスピーカーマンがいて、ラージスピーカーいて、これやられちゃう。あ、ナイス、やってくれてありがとうと思ったら、こいつがね、仲間をやっちゃうんですよ。多分死んじゃったよな、あいつ。これ骸骨のスキビディトイレ、ほら蘇ってんもん、骸骨が。お、あ、そうだ、ここでなんか謎のなんか骸骨マークついたなんか強いテレビマンが、そう、めっちゃ早いんだよね。こいつが、なんかやっつけてくれんだっけ。さあ、代わりにやってくれ。代わりに倒しといてくれ。そう、一瞬でこっちに移動する。あの、お化けの力を手に入れたのかな。え？あ、これ乗っ取られた、あの、スピーカーマンにやられちまったと。さあ、じゃあね、復習もできたというところで、別世界のスキビディトイレ76話見ていこう。お、全然違うね、車乗ってる。え、運転できんの？あいつら運転できんの？まあ、ちゃんと見えてるから平気か。お、え、あれ、あの骸骨のトイレは倒したんですか？どうなってんの？何が起きてんだ？あ、やっぱ乗っ取られてる。うっ、なんだ、お前ら仲間じゃないのか？え？開けられた？え？あ、なんで、待ってくれ。え？味方が、お前ら操られてんのか？え？あ、待って、うわー、来たー。おい、なんかかっこいいぞ。何、特殊部隊みたいな。おい、めっちゃかっこいいじゃねえかよ。誰だこいつら。誰かはわかんないけど、かっこいいですね。さあ、77話見ていこう。さあ、パート77。お、あ、この、待って、大丈夫、もうちょっと、なんか優しい復活のさせ方ありませんか。あ、刺さっちゃってる。いや、お前、乗っ取られてるって。え、どうすんの。え、お前、嘘だろ。自爆はやめてくれ。マジか。味方が、こう自分を犠牲にして倒してくれたんだ。いや、あいつマジで、強くないか。うわ、また乗っ取られた仲間が。やめてくれ、もうお前ら目を覚ましてくれよ。あー、やばい、崖から落ちて。あいつのせいで何もかもめちゃくちゃだ。え、何、なんか方向する。また出たよ。拳で、21歳頑張ります。お、お、あ、来た、特殊部隊。お、これレーザー食らわせると、お、大丈夫、乗っ取られんなよ。ジュイーン。お、これは乗っ取り解除。お、やれるか。え、なんか目隠ししたね。なんだあれか、テレビの効果を受けないようにするってこと。さあ、パート78見ていきましょう。いや、こいつが強いんだよな。もういろんな仲間をさ、どんどん味方にして、うえ、あ、味方か。いいよ、テレビ。いや、これ乗っ取り、え、え、このでかさはまさか。このでか、いや、あ、足、おい、お前バカか。なんで別世界のタイタンテレビはそんなにポンコツなんだよ。嘘でしょ、嘘でしょ。お前、お前何しに来たんだよ。
もしかして乗っ取るこれ。え？おいマジで言ってる？やばいってそれは。それはやばいって。ザ・スキビウォーズエピソード79カミングスーン。え、なに急になんか宣伝始まりだしたんだけど。おいテレビマン何しに来たんだよマジで。お、さあ、え、スキビディウォーズ79は30日後だって。え、30日後どうなったの？タイタンテレビマンがタイタンドクロマンに。え、あ、これなんかニュース、なんかテレビ、なんか握手してる。あ、マイク、え、マイクマンがいる。マイクマンと、え、タイタン、何これ、タイタンマイクマン。これ何キャラクターの名前、なんか強そう。俺がやってやろう。おー、結構早いな終わるのが。さあ続いて、結構ポンポンいくよ。80話読んでいこう、読んでいこうというか見ていこう。お、スキビディ、ま、久々に普通のスキビディトイレ見たよ。お、あれマイクマン、マイクマンが死んでる。え、え、なんかマイクありますよ先輩。え、なになんでそんな困った顔してんの。お、あー来たマイクマン。わー、やば、優しいなパンチが。おー、でも結構強いんじゃないか。いや、これであのドクロに乗っ取られたテレビマンがどうなるかだよ。先輩ちょっとあいつやばくないっすか。めっちゃ強そうっすよ。逃げません？そーっと逃げる。え、なにこれ、ジュースがある。あ、ちょっと死ぬ前にジュースでも飲んどこうかな。ごめんなさーい、なんか撃ってきた、やめてー。うおー強っ。おー、ここで終わるんかい。え、何この物語の始まり方は。何だ。さあ次は、別世界のスキビディトイレ、パート81。おー、あ、なんかすごいコンパクトな。ん、あ、出たこいつ、こいつやばいでしょ、めっちゃ強いだろうな。さあミサイル撃てー。いや全然効いてないな、ガードしてるわ。うえーすごい猛吹雪。超レーザー撃ってくるやん、やば。これが別世界スキビディトイレのボスか。あ、来た。お、なんかすごい映像の動きがすごいぞ。おい、今からお前やってやっから覚悟しとけよ。お、なにこれ、めっちゃ私服じゃん、なんかおしゃれな服着てるね。お、ピー、これピーすると何が起きんの。お、あ、なんかアルティメットタイタンみたいな。そっか、こいつは生き残ってたのか。やっちゃってくださいよ先輩。お、これ次結構トライタイタンか、トライタイタンみたいなやつ、こいつがあのドクロをやってくれるんじゃないかな。行きましょう。さあ続いて別世界スキビディトイレ82のパート1。ここでちょっとパートが出てきたね、見ていこう。うわー、もう街中を破壊している。もうゴジラ、まるでゴジラのようだ。そしてマイクマンでいいのかな。さあこれ直接対決か。お待って待って、ん、なんか雑じゃないか。ちょ、もう一回見ていい。なんか雑だったよな。何これ、目ん玉に何がついてんだよこれ。何系の。ああ、まだもう一匹いる。なんか女性のトイレっぽいね、珍しい。どもっとバーンって殴ってくれよ。え、おい、マジか、捕まってるじゃん。あ、なんか強そうなの出てきた。何これ、おー来た、トライタイタン。おい、やっちゃってくれ。おい、ボーン、お、それをドーン、いいね、こんぐらい派手にやってくんないと。は、お、お、これは二人で戦うパターンか。あ、来た。え、何、どうなの。お、いいよ、とりあえず見て、だから手下みたいのをバンバン倒していって、倒していって、お、結構敵っていうか、あの、なんか雑魚敵が多いね。
あ、なんか食った。待って、あの最強トイレくんじゃない？なんかさ、最初にいたよね、こうなんかこうボーンって角生えたトイレ、スキビディトイレ。最強トイレがどっちにつくかだな。誰だこのおっさん。さあ、パート82のパート2見ていこう。お、あ、全然見た目違った。なんだこのおっさん。え、なんか降ってきたよ。何これ、これトイレか。ちっちゃいトイレ、何これ、ピクミン、ピクトイレじゃん。あー、乗っ取られてるわ。もう乗っ取りばっかり、トイレたち。もうね、あのね、やり方がね、よくないんだよ。ずるいのやり方が。お、あ、耳塞いでる。うわー、うるせえ、近所迷惑ですよ。お、トライタイタン。でもトライタイタンいたらさ、さすがに倒せんじゃない。いけいけ、やれるよお前なら。え、ゴールシールド貼ってる。何それ。いや、いけ、え、あ、なんか武器、うわー、なんか武器取った。何これ、杖、鎌か、鎌だ。やばい、これでちょん切られちゃう。お、待って待って待って、なんかスタイルがすごいな。ドクロ、ドクロトイレ、なんかなんか少年みたいな体格してるな。意外と弱そうだぞ。お、いや、これ結構痛いよ。全治2ヶ月。ただ全治1年の攻撃食らわしてやれ。お、今度何するつもりだ。なんか作戦を練ってるな。お、あ、一回退散。いや、一回撤退か。まあしょうがない、ちょっと敵が強すぎた。いや、これドクロ結構強いな。さあ、別世界スキビディトイレのパート83見ていこう。いや、これドクロ戦がどんぐらい続くんだろう。さあ、ヘリコプターが飛んでて、ヘリコプターと比べたらだいぶでかいね、トライタイタン。そしてそれを建物から、ラージスピーカーとかテレビマンが見てると。マイ、待って、マイクマン細首。もうただのマイクじゃん、ついてるの。アウェイ、うん、アウェイティング、なんだろう、なんか新しい実験をしてんのかな。結構同盟を組んでる。お、アンリーシレーチ、なんだろう、ちょ、これ翻訳が出てると思います。お、スイッチポチッとな。なんだ、なんかこのトライタイタンの強さを上げるみたいな。お、なんかすごい、あ、なにこれ、お、強くなるこれ、やばい、私の力がグー、え、え、なんかすげえ、うえおいおいおい、めちゃくちゃ、あって、なんかもうさ、あのゲームのレジェンドレアみたいになってんだけど、赤くなったよ。今まで紫だったよね。やばいって、なんかディスコードのなんかディスコードの宣伝入ってるし、やば。いや、別世界スキビディトイレの世界もなかなか変わってきたな。さあ次、スキビディトイレウォーズ84見ていこう。いや、結構今回で見てるよ、もう10話ぐらい見てるね。お、お、でも街綺麗だな。お、なんだ、え、あのでかいやつ何。うわ、来た、これはマイクマン。おい、おい、おい、なになに、あ、戦ってんのか。いけ、ナイス。左のやつは敵だったのか。え、なにこれ、うわ、なんかすごい、ガスマスクつけたやついる。こいつ武器持ってる、危険だ。うわ、え、おはは、待って、なんかもう浮いてるもん。もうなんか魂みたいなの浮いてるもん。いや、これ絶対強いって、めっちゃでかい剣持ってるもん。やば、ナイス。ちょっと俺はもうなんか用なしながら行くわ。来た、お、いや、これ全然食らわないんじゃない。はい、この剣で、はい、ズバーン。はい、もう一発、もう一発いっちゃうか。お、え、あー、なんかでっけえトイレ、なにこいつら、でっけえトイレ落ちてきたよ。なんだ今の、ちょっと勘弁よ、もう俺無理かもしれん。おい、なんかもう音よりも動きの方が光の速さできたやん。これめっちゃ強い、これはドクロマン倒せんじゃないか。
なんか強そうなトイレの首取ったよ、お母さん。これやば。あ、ちょっとこれやばすぎねえか。やったな、実験成功だ。お、まだある。お、ザ・トイレットヘッドクォーター。あ、なんかボス、トイレ側のボスがいるんだ。こいつか。そう、こいつが強いんだよね。これが多分最強のトイレなんだよ。こいつ、あ、なんか喋ってる。本当か。ええ、私たちは気づいている。ちょっとここら辺はね、あの字幕ちょっと編集で出てると思います、翻訳が。まあ、なんか会話をしているんだな。まあ、このボス、あ、なんか怒ってる。おめえらしっかりしろみたいな。あー、こいつ死んじゃ、倒したんだっけ。まあ、とにかくこいつの命令は絶対で、まあ、こいつらが子分と手下なんだ。でも手下でもめっちゃ強いからね。いや、なんかトイレのくせに会話しとるわ。大丈夫ですか、皆さんの家のトイレは。なんか夜中一人で喋ったりしてません？気をつけた方がいいですよ。さあ、鎌持っていくって感じか。いや、これどうなるんだ。うわー、ここで終わった。チャンネル登録よろしく。というわけで、ちょっとね、最近ちょっと別世界のスキビディトイレの世界見れてなかったけどね、今回からそのボンボンスキビディトイレ、別世界のスキビディトイレの動画見ていこうと思いますので、ぜひ続きが気になる方はチャンネル登録、そしてこの動画気になる方、この先気になる方、ストーリーが気になる方はグッドボタンよろしくお願いいたします。皆さん両方押してくれましたか、ありがとうございます。では皆さん最後まで見てくれてありがとう。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。